本日は聖蕗学園足利学校の在校生にインタビューしていきたいと思います。留年したい楽しいもんね。楽しいよ。聖蕗学園チャンネル、こんにちは。聖蕗学園チャンネル始まりました。本日は聖蕗学園足利学校の在校生にインタビューしていきたいと思います。まずはじめに校舎長のジーマと言います。よろしくお願いします。ゆきです。よろしくお願いします。ひなです。よろしくお願いします。はい、それではインタビューしていきたいと思います。聖蕗学園チャンネル。はい、では早速インタビューいきたいと思います。ではまず最初にゆきの方から聞いていきたいと思いますが、中学時代はどんな自分でしたか？自分でした。はあ、でも部活ソフトボールやってて、でピッチャーもやってたんですけど、勉強よりもそっちの部活の方がなんか真面目にやってたっていうか、勉強はあんまりないんです。じゃあ結構快活な中学時代だった？活発、はいはいはい、活発。なるほどね。でした。なるほどなるほど。ひなはどうだった？ひなも小学校4年生からバレーボールやってて、3年間真面目に部活行ってました。あと塾とかも行ってて、結構真面目な中学生でした。なるほどなるほど。なんかやたらと真面目が2回出たし、1回目の真面目食い気味だったけど、あーごめんごめん、失礼しました。そういった2人で、聖蕗学園って結構不登校の子たちが多く登校している学校なんですけども、ただ2人の中学校のイメージとは若干違うかなと印象を持たれたかと思います。というわけで聖蕗学園に来たきっかけを、じゃあ今度はひなの方から聞いていきたいと思います。はい、まず公立高校通ってたんですけど、前の学校は何だろう、知り合いに勧められて一緒に入ったって感じなんですけど、校則がちょっと私には合わなくて、爪も髪の毛もピアスも合わなくて外れました。勉強とかも自分の夢とは真逆で、全然意味もない感じだったので、親とかにも2年間高校1年生の時から相談して、ちょっと先生とも友達ともいろいろあって転校しました。なるほど。ちなみにゆきは？私は、ひなと一緒に高校生活過ごしてて、ひながいなくなったあと、やっぱり馴染めなかったというか、喧嘩とかしたり、友達関係がちょっと崩れちゃって、それと勉強がついていけなくって、親に相談して聖蕗学園に来ました。なるほど、ありがとうございます。実際足利学校って始まってまだ半年しか経ってないけども、入学してどうだったかな、ゆきから聞いてみようか。実際入学してきた感想。最初はなんかどういうところなんだろうとかちょっと不安であったんですけど、でもなんか想像以上にもうとりあえず楽しい、明るい学校が多くて、本当にここに毎日というか、もう土日も通いたいぐらい本当に楽しいんですよ。で、ひなもいるし、1年生とか2年生もいるし、とりあえず本当に高校かなって思ってなんか校則もないし。なるほどなるほど、分かりました。あの、校則がないとゆきは言っていましたが、ちゃんと学則がありますので、ただ自由度が高いっていう意味では、聖蕗学園はすごく特徴的というか、自分を表現できるっていう場としてはいいかなと思います。聖蕗学園グループ新機構を開校します。詳しくは概要欄をチェック。聖蕗学園チャンネル。ちょっと1日の生活の流れについて、あのひなに聞いていこうかなと思いますが、はい、ひなの朝起きるじゃん、はい、学校来るじゃん、はい、でその後は学校来て自動ドア入ってきてカウンターに来て、まず登校時間を書きます。登校時間書いて消毒して熱測って、それも書きます、でその後は朝のホームルームをしっかり10時にします。なるほどなるほど。でその後、実は3年生はレポートの授業というか、レポートで一人一人進めているような感じなんですね。で一生懸命2人ともレポートをやっていますが、そのお昼休みに入った後は、コース別に分かれて自分のやりたいコースを選んで
そのコースごとに分かれていきます、その場所に。あ、分かりました、ありがとうございます。足利学校入ってみて、あのコースってどういうのが一番印象に残ってる？一番はドラムの先生来てくれて教えて。なるほどなるほど。結構ドラム体を動かすの楽しい？楽しいです。難しいんですけど、でもやっぱやればやるほど上手くなっていく。なるほどなるほど、分かりました。じゃあひなはどうかな？ひなはコースあんま出てないんですけど、その音楽コースもさっき言ったのも楽しいし、ハーバリウムも先生と一緒に作ったのが結構楽しかったです。なるほどなるほど、ありがとうございます。まあ、そのハーバリウム文化祭でガッツリ売る予定なんですけど、はい、売られちゃうね、買ってください。が2人それぞれ高3っていうタイミングで転入してきて、やっぱり持っている夢とかも違ってきたりするんですよね。はい、じゃあユキどうかな、将来卒業後どういう感じで進路を考えていますか？進路は自分のやりたいことを調べて、一番気に入ったところを就職しようかな。なるほどなるほど。まあ、前の高校の影響もあったけど、資格多かったよね。あ、資格はビジネス文書検定。結構かっこいいですよね。だいぶすごい。あ、ちなみに書道も、地域の新聞の新聞社が主催する書道展とかで金賞取れるくらいの実力持ってるんですね。はい、はい、ちなみに画法もあったっけ？ あります。そう、書道用の名前も持っているという感じなんですね。まあ機会があればこうやってパッて言語みたいに見せられたらいいですけど、いつか、はい、いつか見られたらと思います。でも資格って言ったらひなも結構あるよね。英語とかさ、何級だっけ？英語2級持ってたりとか、結構頑張ってたりしてるんですよね。じゃあそんなひなさんの将来の夢は？そう、将来の夢は、専属モデルになることです。今もオーディションとかがある時期は毎日 LINELIVE っていうアプリで配信を頑張ってるんですけど、慣れるまでオーディションに参加したいなって思ってるので、ぜひ SNS でうちを見かけたらフォローお願いします。ちなみに前回のオーディションはどれくらいまで行ったんだっけ？予選からの人数でいうと約800人いたんですけど、参加者が。その中で一応決勝で5位取ることができました。イエーイ。すごい。いや、でも何でもそうだけども、全国っていう規模になると人数関係なくて、その中で5本の指に入れるっていうのはなかなかできることじゃないと。まあ、みんなのおかげです。ああ、よかったです。本当に、はい、そうなんです。まあ、機会があったらぜひ応援してあげていただけたらなと思います。お願いします。はい、10月より秋の学校説明会を開催します。詳しくは概要欄をチェック。生理学園チャンネル。では最後に、この動画を見てくれている中学生へのメッセージいただきたいと思います。じゃあ、ひなの方からお願いします。生理学園めっちゃ楽しいです。自分の夢も 今とはまた変わってくるかもしれないけど、それに合わせて整備学園は対応してくれるし、自分がありのままで過ごせる学校だなって思います。ぜひ入学してください。マジでした方がいい。留年したいの。留年したいんで、本当に。誇り高き高校4年生になりたい。なりたい。初めて言われたこの仕事。楽しいもんね。楽しいよ。ありがとう。じゃあゆきからも。整備学園はみんな個性があって、まあ、ジャニオタとかもいれば、韓国のグループ好きな人とかいっぱいいて、交流するのも楽しいし、あと先生も明るいし面白いので、入学したら多分絶対楽しい高校生活を送れるので、入学してください。はい、ありがとうございます。それでは今回は整備学園足利学校の在校生にインタビューをしてみた動画でした。整備学園足利学校では11月20日に学校説明会がありますので、気になる方はぜひ概要欄をチェックして応募してきてください。高評価、チャンネル登録お願いします。